の見た？見た？じゃあ行こうね。じゃあ行こうね。ちょっと待ってな。ちょっと力抜いて。時間限られてるからさ。これをダイナミックに全部作り上げていかないといけません。細すぎてんねん。だからこんな雰囲気に似合ってないねん、手相は。だから、運命線が綺麗。でも、だけど、生きたんねんっていう線じゃないんですよ。だから、あんまり体力はないんですよ、こういう人っていうのは。だから、無茶するとしんどくなるん。で、するけど、しっかりしたこういうような生命線だったら、相当体力ついてくるから、得するのね。同じ生きたんねん。でも、だいぶ違う。だから、もうどん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 。で、ここが切れてたから、こうして100までちゃんとこうして作れるんですね。脈の方へこう。こうして今先ほど言ったように複製目線内側に作っていくんですね。そしたら2倍生きていけるのと、愛される人に巡り合う、持続する愛手に入れることができる。これがないと愛が壊れやすい。そして2倍生きていく、フォローしてくれる命の線ですから、3本でもいいですよ。こういう感じに作っていくんですね。そして頭脳線がちょっとこうやっぱり少しやっぱ弱いんですよ。でこう折ります、折ります。で手相をちょっと入れます。ちょっとつかみにくい。こういう時は後ろ使います。子供いてる時気つけてね。これね、ちっちゃい子供じゃなくてもね、割と子供って不用心に動くから、大人だけなのかどうか認識しながら、これぐらい、もうちょっと太くして、だいぶ太くなった。であなたも心臓悪いんですよ。なんでだろう。みんな心臓悪い。どうしたのこれ。女の子みんな心臓悪い。見てやっぱり悩みやすいね。これあのクチュクチュクチュっとこうなってるでしょ。これ感情線が結構ね、感情的にバランス取りにくいとこもあるんですよ。だからこれをもう時間あったらこういうふうに強くこれぐらいこういう感じで作り込んでいくんですよ。これで心臓強くなる上に感性も鋭くなる。こういう感じ、これぐらい。仏画線、これダブル仏画だからものすごい信仰心持ってるのと、この人もこれリング持ってるんですよ、ファミリーリング。で親指がやっぱりまあ元気そうかな。でこれを大きく作る、大きく作る。今は上品に作りました。それでは気に入らない、私としたら。お金のせい。